1分で読破、自己啓発本など作者の主観によるポイントだけを押さえた要約動画。今回の読破は老子・荘子の言葉百選。人間として生まれこうして生きていられるのは一体何の力によるものか。生きがいは名誉、財産、地位の中になし。自分に内在する自然の生命とは代表的には呼吸である。まず自分の人格を高めることを楽しみとする。栄誉、財か、地位を得られるかどうかは一切世の中の運命に任せる。芽を出し枝を作り葉を出して花が咲く。自然界に極端な成長はない。見方によっていいものが悪くなり悪いものが良くなる。自分の意見を強く持つと他人との平和が守れなくなる。大自然には美しいとか醜いなどの価値観はない。人間の善悪を離れて自然を道とすればいい。技術は二の次、もっと大切なものがある。たることを知る心こそ宝船。